迫るあいつ女子の夢だって分かってるけどもっと刺激を求めて。以外は初だったり前に違うグループにいた時に立ってるとかっていうね、はい、感じでこの体制では初めてゴールデンマーケットにやってまいりました。嬉しいです。でこのアイドルライブを見るために集まってくれた方もいるかもしれませんし、もうたまたまね今日この会場で楽しんでる方もいるとは思うんですけれども、ぜひフルーティーの、ね、ライブも楽しんでてほしいなと思っております。はい、しかもいいよ。あのその5年前の時、うん、私フルーティーのファンだったんですよ。そうだね。でここで見てましたフルーティー。のんちゃんその時はこのステージより身長なかったんじゃない？なかったと思います。そう一番前で見て踊ってくれてたんですよ、はい、それがね今ステージの上に一緒に立つ日が来まして、はいね、5年っていうのはすごいものですね。で、あのそうメンバーも変わりましたし、今年の5月でフルーティーは9年目になりますので、メンバーがね変わったりとかもあったんですけれども、せっかくなのでちょっと簡単な自己紹介をしていこうと思いますので、ぜひ覚えてください。覚えてください。はい、リーダーライム担当おばちです。イエーイ。はい、バナナ担当ゆあです。イエーイ。はい、アプリコット担当セナです。イエーイ。はい、みかん担当さえです。イエーイ。はい、いちご担当カノンです。イエーイ。はい、アセロラ担当ミサトです。イエーイ。はい、ダズブリー担当強化です。イエーイ。はい、ピーチ担当ミナです。イエーイ。はい、プルン担当プリノです。イエーイ。
はい、歌手担当ゆうかです。イエイ。はい、ロハヤス担当あいかです。イエイ。はい、私たち、公式ホームページだったりメンバーそれぞれ個々でツイッターやっていたり、はい、無料の情報誌フライヤーっていうのを今スタッフの方も配ってくれてますので、はい、初めて見た方とか今日たまたまゴルマに来てる方とかもぜひ手に取ってフルーティの情報を見てみてもらえればと思います。はい、ではちょっとね最初アクシデントもありましたが、ここからまだライブ盛り上げていきたいと思ってますので、ぜひフルーティのライブも最後まで一緒に盛り上がっていってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では最初はねフロントライナーで曲聴いてもらったんですけど、この後じゃあ3曲続けて今ね途中まで歌った曲から聴いていただこうと思います。それでは聴いてください。スターダスト。Oh,
Thank you.
に出会えた奇跡、いやこれは運命、夢のまばえ、覚めないで、ならそこに、あなたを思う気持ちも流れるメロディーに乗せて恋走ってゆく、あなたのもと恥ずかしい。ムービーオン、ラブソングフォーユー、3曲続けて聴いていただきました。はい、はい、で先ほどね、ちょっと自己紹介を皆さんに聴いてもらったと思うんですけど、はい、うちのみさとがなんと本日お誕生日でーす。ありがとうございます。はい、このあのゴルマさんが終わった後ですね、でもいいので14時からオリエンタルホテルの地下1階のライブ会場にて私の生誕ライブがあります。はい、あの24歳当日なのでたくさんの方に祝っていただきたいので、ゴールデンマーケット終わった後でいいのでぜひ来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてゴールデンマーケットは今日だけじゃなく明日も開催されると思うんですけど、はい、はい、明日も11時40分からここのゴールデンマーケットのステージに私たちフルーティーが出演します。はい、はい、明日も2days 来てくださる方がいると嬉しいです、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、あの私たちオリジナル曲も衣装もたくさんね、ありがたいことに今はあるんですけど、はいはい、明日も違う曲と衣装で登場しようと思ってますので、はい、しかも明日の衣装フルーティーの中では激レアな衣装だよね。激レアレア。そうなんですよ、だから家が近い方とか、はい、明日行くのどうしようかなって悩んでる人は来た方がいいと思います。はい、そう、しかもね12時前でちょっとね早いかもしれないんですけど、今日もこうやってたくさんの方に見てもらえてね、とても嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、あの時間調整のためにですね、あ、はい、あの残り1曲となりましたので、はい、はい、あの了解です。ラスト1曲歌わせてもらおうと思います。はい、最後は私たちの代表曲の曲を歌いますので、途中口上とかもあるので知ってる方はあの会場広いんでね、負けないように大きな声を、ね、出して一緒に言ってもらえたらなと思いますので、はい、すごいよね、こんな大きいところで実際ライブしてるってなかなかすごいことだからね。もう奥の方まで届くように行こうね。一番奥の人が来てくれるようになります。あ、いいね、いいね。じゃあ最後の曲聴いてもらおうと思います。それでは聴いてください。キャッチング。さあ声出していきましょう。好きになる
最後は代表曲のキャプティブ聴いていただきました。はい、改めて明日もまたここのステージ立たせてもらいますので、来てくれる方はぜひ明日のライブも見てもらえればと思います。はい、じゃあ最後は物販の告知をさせてもらおうと思います。はい、私たちはこの後2階席 A の上にあるランニングコースというところで物販交流会を行いますので、はい、皆さんぜひ来てくださーい。以上、フルーティーでした。ありがとうございました。では最後まで楽しんでてください。ありがとうございました。